皆さんこんにちは。東京都写真美術館学芸員の三井と申します。どうぞよろしくお願いします。昨日、斉藤武雄先生の、動画を配信させていただきましたけれども、連日になりますが、本日、東京都写真美術館で今現在開催している、日本初期写真史関東編という展覧会にの、まあ、関連事業として、写真美術館とそれから日本写真芸術学会の、まあ、合同という形になりますけれども、日本初期写真史連続講座というものを開催しております。ですが、まあ、昨今、非常にまたりというかですね、感染者数、新型コロナウイルスの感染者数が非常に、高い数字で推移しているというような状況を鑑みまして、本日も、昨日に引き続きまして、ライブ配信ではありますけれども、まあ、こういった、オンラインによる、配信という形を取らせて、いただきたいと思います。で、本日なんですけれども、日本大学芸術学部に、所属されております、高橋紀秀教授でに、お願いするという形を取らせていただいて、で高橋先生ですけれども、日本初期写真史関東編の監修者も お務めいただいておりまして、まあ、僕自身の先生でもあるんですけど、ですが、その中で、今回は、幕末明治の写真技術と題して、先生にお話をいただくことになっております。高橋先生すみません、よろしいでしょうか。はい、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、皆様こんにちは。日本大学芸術学部の高橋です。この度、今三井さんから紹介いただいたように東京都写真美術館における日本初期写真史の関東編の連続講座ということでお話をさせていただくことになりました。ごめんなさい。で、冒頭にですけれども、今もご紹介いただきましたけれども、この連続講座につきましては東京都写真美術館と日本写真芸術学会の共催両者が主催して行うというような形で、開催をさせていただけることになりました。まあ、東京都写真美術館はじめ、関係の、皆様に、ここで、改めて、お礼を申し上げたいと思います。はい、さて、それでは私の話ですけれども、今ご紹介いただきましたように、幕末明治の写真技術ということでお話をさせていただきます。まあ、これはこれまでも写真美術館における初期写真史展、歴史展などで何度も、お話をしたいと思いますけれども、少し今回は展覧会の内容というか方針が変わっていて、それについても最初にちょっとお話をしたいと思います。それではパワーポイントで画面を共有しながらお話をしたいと思います。これですね。はい、こんな感じでよろしいでしょうかね。はい、今話してましたように、幕末明治の写真技術ということで、これまで何度かお話はさせていただいたりしておりますけれども、今回この日本初期写真史展覧会では重点的に最初の部分でですね、写真の初期の技術についての解説が行われています。それは日本初期写真史ということですけれども、日本の写真の技術に限らず、まあ、それは共通するものがあるわけですが、世界の写真の歴史、技術の部分を重点的に解説をするというようなところから始まるわけですね。で、このなぜそういったことかというと、ですね、ちょっとお待ちくださいね。はい、ごめんなさい。
まあ、これは今回の展覧会のチラシですが、上にダゲルタイプのカメラなどもありますが、こういったものも含めて、初期写真の技術というものが重点的に解説をされているということですね。で、これは今回の図録にも書かせていただきましたけれども、まあ、この展覧会を担当されている学院の三井さんが、そのような方針で行うというきっかけはですね、一昨年、今画面に出ておりますけれども、写真美術館で行われました写真の源流英国という展覧会の際に、来場者の方からその初期の写真の技術についての質問というのが非常に多くあったということなんですね。まあ、これまでになくそういった質問を受けたということです。で、まあ、この展覧会は、初期のイギリスの写真、貴重な写真をこう紹介する展覧会ということで非常に興味深いものだったわけですが、タルボットやあるいはヒル・アンド・アダムソンなどのカロタイプの作品、ネガも含めてですね、などが多く展示されていて、まあ、このような技術的にはあまり日本の写真史には馴染みのない技術の写真の展示だからだったということもあったかもしれません。まあ、カロタイプという技術は、後でまたちょっとお話をしますけれども、日本には導入されたけれども、それでまた実験が行われたけれども、実用的なものとしては使われなかったということですね。作例というのはほとんど残っておりません。ですから日本の写真史の中で馴染みのない技術であったので、そのような質問が多く寄せられたということかもしれません。ただまたそれ以上に、近年の写真の技術の大きな変化、写真を支える基盤技術というものが近年大きく転換をしてきた、そこに、理由があるのではないかということも考えるわけですね。で、まあ、ご存知のようにこの今回の日本初期写真史展は、2007年から始まった日本の初期写真を調査研究を行って、展覧会を構成するというシリーズですね。2007年から、2013年まで4回にわたった展覧会、これも三井さんが構成されたわけですが、この展覧会のシリーズの、続編あるいは第2シーズンと言ってもいいものです。で、今お見せしているのは初回の、夜明け前、知られざる日本写真開拓史の最初の回ですね、関東編のチラシですが、2007年のものです。まあ、今回、展示している作品も、その時に展示をしていたわけですが、まあ、これが、2007年ということで今から14年前になるわけですが、その間何があったか、写真の技術というものが非常に大きく変化をしている、あるいは、技術の変化ということもそうですし、それから写真のありよう、我々がこう写真を使うその様態というものが大きく変わってきているということがあると思います。まあ、写真というのは、まあ、これまで我々が使ってきたものとは大きく変わってきているということですね。近年のそのデジタルの技術の大いなる発展というものが、我々が日常日々行っている写真を撮るという行為を過去のこれまでのものとは劇的に変えてしまったというようなことがあります。そういったことが影響しているのではないかということですね。で、少しここで、写真技術の移り変わりというのを簡単にまとめてみたスライドをお見せしていますが、
写真史の初期からどのように、主要なということですが写真の技術が変化をしてきたかというのを世代に分けて、示したものです。これは図録の原稿の中にも第1世代、第2世代、第3世代というようなことで、解説をしておりますけれども、一般的に言われているということではなくて私が分けて考えているというものですね。19世紀の初めに写真が集めされてから、20世紀になるまで写真の技術というのは大きく変化をしてきているということなんですが、これを見ると写真というのはカメラオスクラという光学的な道具、カメラの前身になった、像を作るツールですね。で、カメラオスクラの像をとどめておくための技術として、写真というものは登場してくるわけです。光をとどめておく技術ということですね。カメラオブスクラの作るイメージというのを固定する技術として登場して発展してきた。つまり、写真というものは観光材料の歴史と言ってもいいわけですけれども、それを世代別に分けて示したのがこの今お見せしているものです。これまた後でお話をしたいと思いますが、第 3.5 世代、それから第4世代として、これは現在でもまだ一部、使っていますけれども、銀塩の観光材料ですね、いわゆるフィルムの写真が第4世代として、あるわけですが、まだわずかに使っているというところでしょうか。そして、その後19世紀からずっと続いてきた写真の技術というのが20世紀の終わりに大きく変わることになる。デジタルの技術が登場し21世紀に入ってからその技術が非常に急速に発展をしてくるわけです。普及をしてくるということですね。そしてここに2007年にカメラ付きのスマートフォン iPhone が登場するというのは非常に象徴的なことかと思いますが、最初の日本写真開拓支店、初期写真支店が始まった2007年に、このカメラ付きスマートフォンなどが出てきて我々のその写真を撮る行為というものを大きく変えることになってきているということですね。日本では2008年の発売、あるいはアンドロイドなども出てくるということなんですが、デジタルの写真、これは銀塩のセンサーというものが、エレクトロニクスによる殺到素子にこう変わるということもそうですけれども、本質的にはセンサーが変わったというよりもコンピューターによって写真の信号を処理をしていく、写真を信号として扱う、それが非常に本質的なものであるというふうに考えています。そしてそこでは写真のそれまでものとして写真というものは存在してきたわけですが、そのものとしての存在感というのが非常に希薄になっているというのが現在の状況であると思うんですね。図録に書いたことですけれども、もはや撮影された写真、一般的な扱い方としては指示体の上に固定されることもなくモニターで観察し、そして、その情報を、瞬時に送るというようなことを行っているわけですね。こういったようなその、技術の変換の状況の中で、初期の写真の技術というものをに対するそのイメージというものがなかなかつかみにくくなっているということなのではないかなということ。
ですね。ということで今回の展覧会では、最初の部分に、初期の写真の技術のことを重点的に解説をしているということなんですが、ただ我々がデジタル以前に使っていた写真の技術ですね、というものもその歴史の中で大きく変化を遂げています。それをこの表で示しているということですね。ただ、写真というのはずっとものとして存在してきたわけです。まあ、これまでであれば、まだ我々使ってますけども、いわゆる銀塩フィルム、ここにお見せしているのは、その元になったゼラチン乾板の画像ということですが、左側ですね、観光材料をカメラに装填して撮影をする、そして、現像して、ネガの画像を作るということですね。支持体の上に固定されたネガの画像を作る。そしてそのネガ像からまた別の観光材料に焼き付けて、そして支持体の上に固定されたものとしての写真というものを作るということです。まあ、写真というものはその歴史の始まって以来、写真史の始まり以来ですね、ものとして存在をしてきたわけですけれども、まあ、デジタルの技術というものが発達してくることによって、そのものとしての存在感というのが非常に希薄になっているということではあるわけです。ただ、この先ほどちょっとお話をしましたが、今お見せしているフィルムの我々が今使っている写真フィルムのその原点である、ゼラチン乾板ですね、19世紀の終わりに出てくる近代的な写真観光材料ですが、これが登場したということも非常に大きな技術的な変革であったということですね。これは、まあ、19世紀の終わりに出てきたゼラチン乾板の広告ですが、左側はそれまでの第二世代の出版写真に代わって新しい近代的な写真観光材料が登場する、ゼラチン乾板ドライプレートですね。使用は簡便で、高感度な観光材料というものが写真の世界を非常に大きく変えることになったということです。写真の表現も変わる、あるいは写真の産業、特に観光材料を作る写真工業が非常に大きく発達してくるというようなことがあったわけですね。そして20世紀の写真というものをその写真工業というものが支えてきたということがあったわけです。で、そのような技術の変化、あるいはそのような技術で作られた写真というものが、今回の展覧会の中には含まれているということですね。同じ、銀塩のプロセスによる写真の技術ということですけれども、そこには19世紀の終わり、あるいは日本でいえば明治、20年前後に非常に大きな技術的な変化があったということです。まあ、そういったことも意識しながらこの展覧会をご覧になる、あるいは考えていただくといいのではないかなというふうに思います。まあ、何が言いたいかというと、そういったその写真の世界を大きく変えた技術というものを、まあ、それは現在では非常に古くなってきていますけれども、それをまた考えることによって今我々が使っている新しい写真のテクノロジーをさらに考えることにつなげる必要があるのではないかなというふうに考えるからです。さて、少し前置きが長くなってしまいましたけれども、本題に入っていきたいと思います。で、ここでは私のお話は幕末明治の写真技術ということで、技術的なことを中心にお話をしたいと思いますが、作例としてはこの
展覧会に、紹介されている作品をお見せしながら、技術を中心にお話をしたいと思います。でこの展覧会は、第1章が初期写真賞誌、そして第2章が関東の写真家、第3章が初期写真に見る関東というふうになっていますけれども、私の話は幕末明治の写真の技術ということで、第1章の部分に出てくる写真家の作品などを紹介しながら、また第2章あるいは第3章の、作品、まあ、技術は第2章第3章でも解説をされていますけれども、そういったものを含めて、お話をしていきたいと思います。まあ、第1章の初期写真賞誌には、世界と年表が作られていまして、世界そして日本というふうにそれぞれ分かれています。でまず最初に、世界初期写真ということで賞誌技術の歴史ですね。今画面でご覧になっているように3つの時代に分けられています。まあ、具体的にはっきり分けているということでもないですが、最初の部分は、写真のプレヒストリー、写真前史から発明まで、次が第一世代の写真が使われた時代、そして、第二世代から第三世代へ至る時代ということですね。そして先ほど、お見せした、技術の変化をまた見ていただきますけれども、写真というのは19世紀の最初を初めに、登場するわけですが、写真が発明される前にはさまざまなその背景として科学的な研究などがある、発見がある、そして多くの人間が関わって、またさまざまな先駆的な実験があって、そして1839年に、最初の実用的な技術としてダゲルガタイプが出てくるということになるわけですね。で同時に、ほぼ同時期に出現した発明されたカロタイプと、それが第一世代、そして19世紀の半ば以降第二世代の写真の技術が使われ、そして19世紀の終わりに、画期的な近代的な工業生産による観光材料が登場するというような流れになっていくわけです。まず最初にダゲルガタイプについて少しお話をしておきましょう。最初の実用的な写真の技術ということですね。最も早く公表された写真の技術で、銀メッキされた銅板、金属板の上に画像を形成するというもので、ダゲールが考案して1839年の初めに発表されるということです。まあ、一般的に写真が発明された年というものですね。まあ、これちょっと字が細くて、詳しくはお話はここではいたしませんが、図録もしくは、ホームページなどをご参照いただければと思います。このダゲルガタイプは金属板の上に画像を作るということで画像は1枚限りのものですね。そして、非常によく磨かれた表面上の上に作られた画像というのを直接干渉するということなんですが、非常にシャープな画像、ただ左右逆な画像というものが得られるわけですね。でこのダゲルガタイプという技術は日本には導入されて、また後でお話をいたしますけれども、ただ実用的なものとしては使われませんでした。ただ、最初に日本人が撮影された写真の技術として日本写真史の中で非常に重要な技術として考えることができるということですね。まあ、これは世界の写真史の中でのダゲルガタイプの作例ということで、フランスのグロが撮影したものですけれども、
1枚限りの画像ということですね。まあ、ちょっとこの印刷にしたり、あるいはスライドにしたり、複写をしたりということでは、なかなかこのダゲラタイプの質感というのはつかみにくいというものなんですけれども、この写真そのもの、ものとしての写真ですね、金属板の上にその画像が形成されているわけですが、その金属板がその撮影の場所にあって、その場の光で変化したものが科学的に処理されて写真になって現在に伝わっているというものです。そして初期のダゲラタイプのカメラではありませんが、今回は1850年代のカメラ、かなり技術が完成されてアメリカで発達するわけですけれども、アメリカにおけるダゲラタイプのカメラの一例というものが紹介されています。このカメラにはアメリカンタイプ、ダゲレオタイプカメラとかっていうような言い方もしますが、ここに蛇腹がついています。で、このカメラの前には蛇腹がなくて箱の状態になったカメラというものがある。それが、写真発明以前に画家たちに使われていたカメラを作るに近いといえば近い形ですけれども、その後この箱の中間にピントが合わせやすくなるように蛇腹がつけられるということですね。蛇腹がついてないタイプの、このアメリカのダゲラタイプカメラは以前のシリーズで、展示をしましたが、日本で、追試カメラと通称されている日本製のカメラですね、幕末に使われたその原型となったというものです。まあ、ここでは焦点板が外に外してあって、観光板を入れるホルダー、取り枠が今カメラに装填されているという状況です。そしてこのダゲラタイプという技術は特に、肖像写真の分野で、大きな発展を遂げるということですね。まあ、ごく初期には、非常に感度が遅い、なかなか人物を撮るというのは難しかったわけですが、発明されてすぐにさまざまな改良が行われて、人間も撮影ができるようになるというようなことで、肖像写真の分野で大きな発展を遂げました。フランスのビソンが撮影をした女性の写真ですね。これはかなり、1840年代ということですが、かなり初期のダゲラタイプです。で、この絵ですね、版画ですけれども、これも非常によく紹介されるものですが、写真というものが登場してそれに熱狂する社会、あるいは人々の様子というものを風刺した絵ということですね。まあ、ここにパリに作られたダゲラタイプのスタジオに、人々が熱狂し写真を撮ってもらうために列をなして押しかけるということで、その、人々の列はずっとずっと長く、これはちょっと小さくて分かりにくいですが、一番奥に、ストラスブールのカテドラルのが描かれているんですね。ですから、まあ、ドイツ国境に近いストラスブールまで、その列は続いたと。あるいはその写真、ダゲラタイプという技術は蒸気機関車で、あるいは船に乗って広がっていく、気球に乗って写真を撮ろうとするものもあり、あるいはこれちょっと分かりますかね、非常に面白いんですが、写真の登場によって、それまで、誇ってきた自分たちの技術、ものを正確に描くということを誇ってきた自分たちの技術が、価値がなくなるのではないかということを悲観して、首を吊っている画家も描かれているということですね。これは1839年ということなんですが、
実際にはもう少し後に描かれたものではないかというふうに考えます。そして、このダゲルタイプと並んで、第一世代、最初の実用的な写真の技術として、出てくるのが、イギリスのタルボットが考案したカロタイプですね。紙を紙自体にした写真の技術。紙を紙自体にした観光材料で撮影をして、最初にネガを作る。そしてそのネガを元にして、また紙を紙自体にした観光材料に焼き付けを行って、当時のプリントを作るというものです。最初の最も早く公表されたネガポジ方式の写真術、そして、その後写真のシステムとしては、スタンダードのものとして使われることになるネガポジ方式の方式ということですね。ただし、紙ネガの繊維によって像はややダゲルタイプに比べると不鮮明ということです。ただし一枚のネガから数に制限なく、プリントが作れるという利点があったということで、写真集なども作られるということですね。で、今回の展覧会ではこの発明者のタルボットがロイヤルソサイティに、その考案した技術を報告した、論文が展示されています。カロタイプとそれからその元になったフォトジェニックドローイングですね。タルボットの娘の肖像、左側が紙ネガ、右側がプリントということですね。小サイズのものです。これ以降写真の基本的なシステムというのはネガポジ方式というものが主流になっていくということです。これはイギリスで撮影されたダゲルタイプですけれども、1851年に開催されたロンドン万国博覧会ですね。世界で最初の万国博覧会ですが、ガラス張りのクリスタルパレスで、よく知られている博覧会、そのクリスタルパレスを撮ったダゲルタイプです。当然イギリスでもダゲルタイプは撮影されていて、そしてこの、クリスタルパレスの万国博が行われた年、第二世代の写真の技術が、イギリスのアーチャーによって考案されるということですね。1851年に発表されたガラスを紙自体にした写真の技法です。これは1枚しか撮れなかったダゲルタイプ、非常に画像はシャープだが1枚しか撮れなかったダゲルタイプと、複数の1枚のネガから複数の写真が制作できるけれども、紙ネガの繊維のために画像が鮮明であったカロタイプの、それぞれの端子を改良したとも言える技法で、ガラス自体の基本的には撮影技法ということですね。そして、アーチャーが発表した後に19世紀の後半の標準的な技術として30年以上にわたり使用されていきます。すぐに、そのネガを文字に見せる技法、アンブロタイプというものも考案されて、使われていくわけですが、日本ではダゲルタイプ、カロタイプは実用的なものとしては使われませんでしたが、出版写真というふうに通称して日本における最初の実用的な写真の技術になったもので、日本写真史では非常に重要な技術ということですね。ただ当時の技術、これはカロタイプや、ダゲルタイプも、同様なものであるわけですが、撮影をする直前に
その観光版を写真家自らが作るという必要があったわけですね。ですから屋外で撮影するときは写真の操作をする処理を行うための暗室、ここでは、テント型の暗室の中にさまざまな機材が、描かれていますけれども、このようなものが必要であったということです。非常に手間のかかる、大変な技術であったわけですが、これからお見せするように、そういった大変な技術を、その技術的な困難さを乗り越えて、写真家たちは非常に優れた記録作品を残しているわけです。それから鶏卵紙ですね。出版写真、コロジョン出版写真が考案されたのとほとんど同じ時期に、紙紙自体の印画紙ですが、卵白を紙の表面に塗布して、その卵白層に観光物質あるいは画像を保持するということで、改良された印画紙が登場します。で、出版写真とそれから鶏卵紙の組み合わせが、19世紀後半の標準的な写真の技術として世界的にもあるいは日本でも使われていくということですね。今回の展覧会ではその作例としては、イギリスの写真家ロジャー・フェントンが撮影したクリミア戦争の記録が展示されています。ロジャー・フェントンの写真は、カロタイプの印画紙として使用された塩化銀紙ですね、単塩紙を使っているものも多いですが、これは一応鶏卵紙として示されているものですね。ロジャー・フェントンは、その撮影に赴く際に、ワインを運ぶ馬車を改造して暗室にする写真馬車、フォトグラフィックバンとして、使用した、その馬車を持ち込んで従軍したということで非常に有名です。で、出版写真時代のカメラということですね、その例です。さまざまな、カメラの形式というものがありますが、これは、スライディングボックスカメラという、カメラが入れ子になって、焦点を合わせるため時に、箱が前後に動いて焦点を合わせるようなタイプですね。蛇腹式ではなくて、先ほどお見せしたダゲルタイプのカメラよりも古い形式のものです。両者ですね、このようなものはダゲルタイプの時にも使われていますけれども、出版写真時代のカメラとして今回紹介をしているものですね。技術あるいはカメラ機材というものはさまざまに発展をしてくる、さまざまなものが使われていて、これは非常に面白いものですけれども、現像処理の機構が内蔵されたカメラということで出版写真ですね。小型のカメラですが、この木の箱の中にガラス製のボディが入っていて、そのガラス製の容器の後ろに観光板を、ガラスを置いて、そしてこの上から処理に必要な薬品を注ぎ込んで、そのカメラの中で観光材料を作り、そしてまた撮影して終わったとすぐに現像を行うということを行っていたわけですね。薬品もキットになったセットです。それからカメラというのもさまざまなカメラというものが使われていて、これは、
6個のレンズが作られ、セットされたカメラ、ジェムサイズという、非常に小型の、ジェムというのは宝石という意味ですが、装飾用などにも利用できるような小型の写真を作るためのカメラで、観光版としては名刺サイズ程度の大きさですね、の画面に6枚の写真を同時に撮影できるようなカメラです。でこのようなカメラというのは、さまざまなものが対応されていて、これはそういった多眼のカメラで撮影をされた例ということなんですが、フランスのディスデリが撮影した写真ということですね。1枚の観光板に8分割をして撮影をする、まあ、少年のポートレートですけれども、そして焼き付けられた写真、これは切り離さずに焼き付けられた、写真ということですね。でこれはあの8つの画面ということですが、実際に撮影しているのは4眼のカメラで、観光板を保持するホルダーが横にスライドするようになっていて、最初に右側の4枚、次に左側の4枚を撮るというようなことですね。まあ、この場合はあのキャップの開け閉めでさらにあの複雑に撮影をしていますけれども、出版写真でこのような撮影を行うということはなかなか、操作を素早くしないと撮れないわけで、技術的には難しかったのではないかと考えられます。このディスデリが、こういった写真のシステムを1854年に考案するわけですが、カメラとともにですね、そしてこの撮影した写真を切り離して台紙に貼って、いわゆる名刺写真、カルテドビジートといいますが、お互いにまさに名刺のように写真を交換するというような使われ方をする、それが19世紀の後半に大流行することになるわけですね。この写真の方式というのは日本でも非常に多く使われています。その後ですね、今回、その作例として、紹介されているのは、このフランスのパリのディスデリが撮影をした、徳川昭武の肖像名刺写真ということですね。1867年のパリ万国博覧会に徳川慶喜の名代として訪れた際にディスデリのスタジオで撮影された名刺写真ということです。そしてこのような写真の技術が使われた後に19世紀の終わりに、画期的な炭鉱材料、あるいは近代的な写真観光材料である、ゼラチン乾板ですね、あるいはガラス乾板とも言いますが、ゼラチンドライプレートが登場してくるわけです。まあ、その最初は1871年にイギリスのマードックスが発表するわけですが、その後、感度を高める方法、あるいはガラス板に、連続的に塗布する機械などが、考えられて、工業的に大量生産をされるようになるというものですね。まあ、それまでは、観光材料を含めて写真家が全て手作りをしていたものが、観光材料が工業的に生産される、しかも非常に高感度の観光材料ということで、写真家の活動範囲、あるいは表現の幅というのを飛躍的に高めることになる、あるいはまたアマチュアの写真家が登場することにもなり、写真の世界というものが大きく変わっていくことになるということですね。そして、ゼラチン乳剤による印画紙なども、近代的な印画紙というのも同じような時期に出てくるということですね。
第三世代としていますけれども、このような観光材料が19世紀の終わりに出てくるわけです。今回の展覧会では乾板、ゼラチン乾板の箱だけですけれども、それを紹介しています。左側はイーストマンコダックによるイーストマン乾板ですね。イーストマンプレーツ、ドライプレーツです。まあ、現在ではなかなか忘れ去られようとしている名前かもしれませんが、この乾板の製造ということで出発して、まあ、いわば20世紀の写真の世界というものを支配したともいうような会社であったわけですね。その会社の初期の製品です。そして右側は、これはフランスの会社が製造した大キャビネ版ですね。ここに書いてある 13×18cm 版のジュグラのゼラチン乾板ということです。エクストララビッツですね。超高速乾板というふうに示されていますが、まあ、おそらく現在であれば、ISO の25とか、せいぜいそのくらいなのではないかというふうに考えます。ただし、乾板の場合は、1秒の何十分の1秒というようなシャッタースピードが、露光時間が必要になるので、それまで出版では必要になかった機材というものが必要になってくるわけですね。それがシャッター機構です。ローラーブラインドシャッターというふうに書いてありますが、まあ、その後さらに近代的なカメラに使われることになる、フォーカルプレーンシャッターの原型ですね。イギリスのソーントン・ピッカードが製造したものが、よく知られていますけれども、日本では、その会社名からソルントン・シャッターというふうに称して、非常に多く使われたものですね。まだ、現役でこういった道具を使用した方も多いはずです。そしてこの時代に近代的な観光材料に技術が変わってから作られた写真館のポートレート写真の一例ということですね。これはゼラチンシルバープリントというふうに示してありますが、まあ、現像するタイプの印画紙ではなくて、正確にはゼラチン乳剤による焼き出しの印画紙、まあ、いわゆる POP というものです。ですね、そして台紙の裏が示されています。まあ、この話をしていくと長くなりますが、まあ、こういった特徴のあるそれぞれの写真スタジオが、台紙を制作していて、これは、1869年にオープンしたマサチューセッツ州アメリカのですね、ブロックトンのスタジオですね。まあ、様々な興味深いことが書いてあります。彩色をした、仕上げ、オイルとかウォーターカラーとかですね、それからさまざまなその写真館の技術や仕上げ方などが解説をされていて、こういったものを細かく見ていくと、非常に興味深いものがあるということなんですが、そして、このような撮影をしたり、あるいは焼き付けを行うときに、一つ前のこの写真もそうですが、男性の肖像だけあって周りがこうボケている、このような、
焼き付け方、これはプリントをするときにも焼き付けるときにも行いますし、撮影のときにも行うわけですが、そういったことを行うためにさまざまなマスクというものが使われました。それも今回、古い時代には一般的なものでしたが、なかなか今ではあまり目にすることのない機材ということで、展示をしています。さて、ここまでが世界の初期写真賞誌技術ということですが、日本に入っていきましょう。日本では、4つの区分に分けて年表を作っています。これは初期のものということですね。日本における写真の導入期ということです。これは、今回展示をしているものではありませんが、日本における写真の始まりというのは幕末、天保年間にダゲルタイプというものが最初に日本に発載されます。ただしその時には国内に入らずに嘉永元年に日本に輸入をされるということになるわけですね。そしてその輸入を行ったのは長崎のいわゆる御用商人と言っていますけれども、科学者としても非常に多彩な人物であったわけですが、最初の職業写真家の一人、上野彦馬の父であった上野新之丞がこのオランダ船からダゲルタイプ一式を輸入したというのが1848年嘉永元年ということですね。でここから、その上野新之丞の記録としてごくわずかですけれども、その、記述が、歴史的な記述が知られているということです。ここから日本の写真というものが始まるということですね。ただし、日本で、ダゲルタイプというものは、その後、西洋の新しい科学技術、特に、生理学と呼ばれた化学科学の、研究の一環として写真の研究なども行われていくということなんですが、このダゲルタイプについては研究実験の段階にとどまってで実用的なものとして使われることはなかったということですね。後で、日本人がその撮影に成功したダゲルタイプの作例というのはお見せしたいと思いますが、実用的なものとして日本では使われることのなかったということですね。ただし、研究を行い、最初に撮影に成功する、あるいは日本人が最初に写真に撮影された技法としてこのダゲルタイプというのは日本写真史において非常に重要な技術であるということですね。日本人が、日本人の手でダゲルタイプの撮影に成功するのは1857年安政4年のことですが、それを遡ること数年、以前に最初に日本人が写真に撮影をされています。ダゲルタイプですね。これは非常に面白いエピソードがあることなんですが、日本の近海で難破した栄力丸の船員がアメリカの捕鯨船に救助されてサンフランシスコに連れて行かれて、アメリカのダゲルタイピスト写真家マークスによって撮影された写真というものが、確認されています。現在国内には5点ほどありますけれども、そのうちの2点、川崎市、市民ミュージアムが所蔵している作品を今回の展覧会では展示しているということですね。この作品、ご存知のように、川崎市市民ミュージアムは一昨年の台風で大きな水害を、受けた、被害を受けたわけですが、幸いにこの2点のダゲルタイプは、その被害を被ることなく
救出されたということで今回展示をされているものです。はい、で今お見せした、エーリキ丸の船員に2人の船乗りですが、写真で撮影をされた最初の日本人ということですね。ただし国内ではなかった。で国内で、最初に写真の撮影、写真に、撮影された日本人は、1854年、嘉永7年あるいは安政元年ですが、ペリー艦隊の従軍写真誌ブラウンジュニアによって撮影された侍の肖像ということですね。今回、2点この下田奉行所の組頭黒川嘉平の肖像とそれから、後で出てきますが浦賀奉行所の与力田中光義の写真が、入れ替えで展示をされています。これは黒川嘉平ですね。でこの黒川嘉平が、ペリー提督日本遠征期、これは、ペリー提督が遠征を終えてアメリカに帰った後に議会がその膨大な記録を刊行するわけですが、その中で、赤版画で印刷された黒川嘉平の写真ですね。同じものではありませんが、このような形で紹介をされています。まあ、当時は写真印刷が直接できなかったですから、写真をもとに絵を描いて印刷をするという、版画で印刷をするということですね。でこのブラウンジュニアの写真というのは、この報告書遠征記の印刷のために400枚、数百枚撮影したと言われていますけれども、この日本遠征記の挿絵のために使われた後にアメリカに持ち帰られたものは一切現存していません。消失しています。まあ後で発見されるかもしれませんが、現在見つかってはいないということですね。わずかに5点、日本国内にある、あるいは1点、ハワイのビショップ博物館にありますが、わずかに数点のみ残っているということで、非常に歴史的に貴重な写真であるわけです。これが今回展示しているもう1点の日本国内にある5点のうちの1枚ですね。浦賀奉行所与力の田中光義の肖像ということです。まあ、これなんか少し侍の写真ということでちょっとぼーっとしたような侍の姿に見えますけれども、非常に重要な歴史的な出来事の中で撮影された日本人の姿ということで、貴重な価値を持っているということですね。まあ、それは日本とアメリカの交流史の始まりであり、そしてそのペリー艦隊の来航というのをきっかけに日本の近代というものが始まるわけですが、そういった事件の渦中で撮影された日本人の写真ということで、非常に歴史的な価値が高い、まあ、一連のこれらの写真は重要文化財になっているわけですけれども、ダゲロタイプが左右逆に写るために、侍が撮影をされる前に着物を着替えて、刀の位置あるいは着物の合わせなど逆に着ている、そして写されているのでぎこちなく見えるということもあるかと思いますが、非常に歴史的には貴重なものですね。先ほどもお話しましたが、ダゲルタイプ1枚だけの写真です。でこれがこの画像を保持している金属板そのものが、その場所にあったということですね。そして、その場にあった光で、
その感光性物質が変化をして写真となって現存しているということです。そういったものがオリジナルとして展示をされているということですね。そして、それ以降の2番目の年表の区分、1857安政4年から明治に入る年代までということですが、この安政4年には、嘉永元年にトライしたダゲルタイプ一式を用いて写真の研究を行っていた薩摩藩でようやく写真の撮影、ダゲルタイプの撮影に成功するということになるわけですね。そしてこれは今回の展覧会では展示しておりませんけれども、写真としては最初に重要文化財になった島津斉彬像の写真、ダゲルタイプです。日本人が撮影をした最初の写真であり、またただ一枚のダゲレオタイプ、まあ、日本では銀版写真と通称していますがダゲレオタイプということです。そして、まあ、薩摩藩からはこの遠征機器術、ダゲレオタイプの技術を解説をした遠征機器術、まあ、タイトルとしては西洋の近代諸科学の解説書というものですが、薩摩藩に招かれた蘭学者川本公民が講述したものが引きされて出版されているものですね。それが今回、展示をされています。遠征記事その冒頭に、直射影響ダゲロテーピーとしてこれは改良された実用的なダゲロタイプの技術が、記載されています。ですからかなり研究が進んでこのような技術を、使えるのであれば、ダゲルタイプも撮影できたであろうということが想像できる記載ですね。まあ、いくつかこの後この後この本の中の後には、科学技術が解説されていますが、この直射影響ダゲルタイプ写真の後には、電信機としてテレガラフですね、電信の装置、あるいは蒸気機関、あるいは蒸気船、などの技術がこう解説をされていくわけですけれども、それらの冒頭に最初にこの写真の技術というのが解説されている。まあ、当時の日本人の写真に対する、あるいは鹿児島の、島漬けのと言って、いいかもしれませんが、写真に対する興味のほどがを伺い知ることができるということですね。まあ、この遠征記述を口述した、川本公民はまた、出版写真の、技術も研究して、自ら、とそれから妻を撮影した画像というものが、現存しています。出版写真の背景を黒くしてアンブロタイプとして見せる技法ですね。また、鹿児島のこれも展示をしている、今回の展覧会で展示をしているものではありませんが、薩摩藩ではカロタイプ、イギリスのタルボットが考案したカロタイプの技術というものが伝わってきていて、それの研究を行い、そして、カロタイプの撮影に成功したという実際の作例が現存しています。日本人の手による現存するただ一枚の紙ネガ、カロタイプのネガということですね。これは日本の写真史上
極めて貴重な写真、作例ということです。さて、このような時期、幕末に日本への写真の導入、あるいは実用化ということが次第に、起きていくわけですけれども、まあ、このプロセスには開国前、あるいは開国期に日本を訪れた、外国人の影響ということも多い、大きいということですね。まあ、これもその一例ということですが、ナソー・ジョスリン、これはイギリスの、外交官として、日本にやってくる、人物ですけれども、まあ、エルギン教の使節団の書記として日本にやってきて、写真の技術も、携えて日本で写真を撮影する。日本で制作された最も早い時期の鶏卵種の作例として、今回展示をされているものです。そして1859年、長崎あるいは横浜が開港された年ということですが、この安政6年1859年にはスイス国籍のピエール・ロシエが、来日します。まあ、長崎はじめ、横浜でも撮影を行っているということですね。そして、撮影を行うだけではなくて、まあ、特によく知られていることは、長崎の上野彦馬、最初の職業写真家の一人となった上野彦馬に、その写真の技術、実技を、伝授しているということで知られています。ステレオ写真ですね。まあ、このような、日本の写真の実用化には、外国人の写真家、あるいは、写真の技術を知る外国人の存在というものが大きく関わっていたということですね。その一人、これは、万延元年1860年に、横浜の居留地で活動を開始したアメリカ人フリーマンが撮影をした、非常に貴重なアンブロタイプということですね。日本で、おそらく最初の栄養写真館であろうと考えられるわけですが、それと同時にまた日本で最初の職業写真誌として開業した宇外玉泉の、まあ、誌でもあった写真家ですね。宇外玉泉、江戸の宇外玉泉は1860年に フリーマンから写真を学び、そして1861年に、江戸で開業するという写真家ですね。江戸の野源堀で開業する日本で最初の職業写真家の撮影した作例、横井長男の肖像です。そして、まあ、宇外玉泉は開業した後に間もなく写真家からは離れてしまうわけですが、その後日本の写真の階層として長崎の上野彦馬と並び称される、下岡連城ですね。1862年、文久2年に横浜で開業した、下岡連城のごく初期の写真、作例、木村正信の肖像です。オリジナルの画像としては非常に鑑賞しにくくなっていますが、ゼラチンシルバープリントで焼き付けた画像、左下ですね。
下岡連城も横浜に来たアメリカ人の写真家ジョン・ウィルソンに機材などを譲り受けて、ウィルソンから機材などを譲り受けて、その後写真師として開業するというようなことで、日本の初期の職業写真家たちというのは外国人の写真家、あるいは写真の技術を知る外国人と接点を持って、写真を開業する、写真家として開業する。それはまた写真の、実用化、日本における写真の実用化ということでもあったわけですね。そして、このような日本における写真の実用化、あるいは職業写真師の開業ということには、その時期欧米に渡った日本人、その日本人たちによる欧米における写真体験なども、影響があったのではないかというふうに考えられるわけですね。まあ、この時期の非常に貴重な日本人による欧米での写真体験、その一枚、これは前元年の県米施設の一員であった野々村忠真の肖像です。ニューヨークのブロードウェイのダグラタイプのスタジオで撮影されたものですね。そしてこの県米施設の行われた年に、関林丸で、サンフランシスコに渡った中浜万次郎、ジョン万次郎は、アメリカで買い求めてきた写真の技術、あるいは写真のカメラ機材ですね、を日本に持ち帰って、その後写真撮影を行ったということが近年明らかになってきました。実用的なものとして、写真というものを、持ち帰った例ということですね。この中浜万次郎の写真はこれまでの、夜明け前のシリーズでは展示をしておりますが、今回の展覧会には含まれていません。この川崎道民の写真もそうということですね。川崎道民はやはり、万延元年の県米施設に、随行して、そして写真の技術を学び、帰国後写真を撮影したというふうに言われています。あるいは県央施設ですね、第2回の県央施設、県府施設が一行が、これはエジプトにいたアントニオ・ベアトによって撮影された写真、これは名刺版の小さなものですが、真ん中に聖子、池田筑後の神、左、福祉の、河津伊豆の神、右に、目付の川田相模の神が外国人とされているものですね。これは同じ第2回県央施設の福祉、川津助国がナダール、パリの東大きっての一流写真家ナダールのスタジオで撮影されたものということです。まあ、これは甲冑も含めて、多くの、ものを持参をして、そして収まっているということですね。これもやはりナダールのスタジオで撮影された施設3名の写真。これは台紙に、ナダールスタジオの、こう分かりますかね、エンボスが入っているものです。これも非常に貴重なものですね。そして今回の展示では、フランスのルモンド・イルストレー氏がこの日本の県央施設団をイラストで、写真印刷ではなくて、木版画で印刷をしていますけど、銅版画ですね、印刷しておりますけども、その銅版画も展示をしています。興味深いのは別々に撮られた写真、同じ人が2名いるということですね。
合成されて一枚の絵になっていると。まあ、このようにあの欧米に渡った日本人の写真体験、あるいはその当時、来日した外国人、あるいは外国人写真家による写真作品などが現存している。またそういった事歴が、日本の写真の実用化というものに影響を及ぼしていくわけですね。これはイギリスの軍人チャールズ・パーカーが撮影をした、横浜で撮影をした、日本の武士の写真。これはよく知られているベアトですね。非常に優れた技術と、それまでのさまざまな戦争の記録などの経験を基づいて、経験に基づいて日本で、非常に貴重な記録を行ったフェリーチ・ベアトですね、の撮影した日本の侍の写真、名刺版の写真です。これは先ほど切断を撮影したアントニオ・ベアトの弟にあたる写真家ですね。このあたりは、第1章ではなくて第3章ですね、紹介されているものですが、ベアトは江戸の旅籠山から北を望んで、撮影したパノラマ写真ということです。四つ切り版の2枚つなぎということですね。非常に鮮明に写っているもので、まあ後でちょっとお見せしたいと思いますが、この時期の出版写真、非常にプリミティブな技術ではありますが、驚くべき記録性を持っているものです。で、今回の展示ではこの愛宕山から反対方向を見た5枚つなぎの、パノラマ写真、これも有名なものですが、展示をしています。で、そういったパノラマ写真、これは幕末ですね、文久年間に撮影されているものですけれども、明治、今回のスライドには入れておりませんけれども、明治22年に撮影された建設中のニコライ堂の足場から撮影された東京のパノラマと比較してみるというのも面白いものだと思います。そしてこれは1867年慶応年間に日本にやってきたアメリカ人写真家チャールズ・ウィードによる作例ということですね。このウィードという写真家はマンモスプレート、インチでいうと20×24インチくらいの大きさなんですが、実際の写真サイズとしては今ここにあるように43センチ、54センチというような大きさです。巨大なガラス板を使用して、その撮影の場所で観光板を作って撮影をするというものですね。まあ、このマンモスプレートの出版写真というのは19世紀の写真の技術としては最高峰のものであったと思いますが、それを使いこなした写真家の非常に貴重な写真ですね。これはアメリカの公使館として使われた江戸の善福寺の写真、そして、横浜の山手の崖の上から撮影をした居留地の遠望、川があります。堀川の手前が日本人、区画ですが、その川の向こうに広がる居留地を記録しているものです。マンモスプレートですね。このマンモスプレートというのは本当にそのどのようにそれを写真家が使いこなしたかというのを想像するのがなかなか難しいものですけれども、非常に素晴らしい記録性というものを持っています。撮影する場所で写真家が観光板を自制するガラス板に薬品を塗ってというようなことで、非常に
その原始的な技術ではあるんですけれども、それで記録できる情報量というものは驚くべきものがあります。特にネガの大きい、まあ、小さいものでも非常にシャープなんですが、大判の出版写真の持つ情報量というものは驚くべきものがあるということですね。現在のデジタルの技術も及ばない記録性情報量というものを持っているのがこの当時の写真ということです。そして明治に入ってということですね。明治になると日本人の写真家たちも、まあ、日本人の写真家たち幕末から活動していますけれども、特に明治に入ると国家元首の公式な肖像写真の撮影、あるいはさまざまな近代化の事業の記録、あるいは戦争の記録など欧米の写真家と同様な仕事を、文化財の記録もそうですが行っていくようになるわけですね。初期の明治初期の東京を代表する写真家、長崎の上野彦馬の系列ですが、内田久一が撮影をした明治天皇の肖像写真ということです。そしてこの明治天皇はこの同じ明治5年、ちょっと一つ飛ばしますね、横浜で竣工した横須賀、ごめんなさい、横浜ではなくて横須賀に作られた造船所ですね、横須賀造船所のドックの視察に訪れています。まあ、この写真は非常に興味深い写真で、まあ、今ちょっとここではあまり詳しくは説明、しませんけれども、図録等には詳しく解説を行っています。まあ、ドックの中に係留された船の上からこの横浜で開業していたオーストリア国籍の写真家シュテルフリートによって、まあ、盗み撮り隠し撮りをされたということで、非常にこれは興味深い写真なんですね。真ん中に明治天皇が写っています。まあ、かなり修正、まあ、あるいは背景の合成などもしています。でこのシュテルフリートについてはまあ、よく知られている写真家ですけれども、明治に、入って横浜で開業するということで、このような、肖像写真というのを今回展示をしていますけれども、このような、天皇の隠し撮りということだけではなくて、さまざまな北海道の開拓写真であるとか、さまざまな横浜写真の制作、あるいは国立印刷局における写真技術の指導など、さまざまな形で日本写真史、あるいは日本の近代史の中で重要な役割を果たした写真家であったわけですね。まあ、今回非常に興味深いのは、明治の初年に撮影された横須賀造船所のドックの写真ですね。これはその技術指導にあたったフランス人レオン・ボエル、この写真については蚊ということでクエスチョンマークがついていますけれども、ドック非常に興味深いいいものです。貴重なものですね。写真の技術というのは日本の近代化というものを記録をしていくわけですが、写真そのものが日本が欧米の科学技術をどのように受容してきたかということを、まあ、示す一つの例でもあり、まあ、そういった意味で写真というのは日本の近代化遺産と言ってもいいと思いますが、そういった意味でこの写真が記録した日本の
近代解散とも言うべき、横須賀造船所の写真が今回、比較的多く展示されているのは非常に興味深いことであると思っています。ベアト、あるいはシュティルフリート、そしてモーザーというようにこの時期日本人の写真家とともに活動を大きくその範囲を広げてきた日本人の写真家とともに外国人の写真家たちも非常に貴重な歴史の記録を残しているということですね。オーストリア人の写真家モーザーの撮影したこれは東海道の写真ということですが、明治5年に創刊された写真入りの英字新聞、横浜で創刊された写真、新聞のために写真を撮影した写真家ですね。これはクローズアップをしたところですが、非常に興味深い、ことは、この携帯暗室がその写真の中に写り込んでいるというものです。今回これは大学のコレクションからということですが、ミハイル・モーザーの作品20点ほど展示をしています。いずれも貴重な興味深いものであると思います。このようなその出版写真の技術ということですが、この明治初期の出版写真のこれは非常に珍しいものですが、貴重なものですけれども現存するネガ原版ですね、四つ切り版の出版のネガから、時勢による鶏卵紙によって新しいプリントを制作しようという、プロジェクトも写真美術館では行っています。2018年に行われたプロジェクトですね。左側、これは京都の写真誌で、明治初年、四つ切り版です。京都のさまざまな名所などを撮影しているものですが、約20枚の作品が写真美術館に、寄託されていて、その2画からプリントを行ったものということですね。この焼き付けには、このような焼き枠を使って、プリントしていますけれども、これは原型が熊本の非常に長い歴史を持つ写真館、富重写真所に現存しているオリジナルを復元したもので、このプロジェクトではこの焼き枠を使ってプリントを行ったというものですね。このプロジェクトの報告については写真美術館の起用の18ナンバー18ですねに掲載されています。これホームページからも閲覧ができると思いますので、興味のある方はご覧になっていただければと思います。さて、そして、この後この年表の区分ということですが、明治の10年代の後半からは写真の技術というのはそれまでの出版写真から近代的な看板というものが導入されて新しい写真の時代、技術の時代に入っていくということですね。非常に大きな技術的な変革というのが大体明治20年前後を中心にしてあったということです。それまで撮影ができなかった動きのある対象なども写真の可能撮影対象に入ってくるということですね。そして、最初にお見せしましたけれども、その看板、新しい観光材料看板を使って撮影された文化財の写真、これは明治21年に宮内省に設置された臨時全国公務調査局によるう近畿の訪問調査に参加した小川和正の撮影によるネガ、そしてプリントというものですね。
はい、さて、スライドとしては、まあ、ちょっといきますかね。ちょっと時間が長くなってますが、大丈夫ですか？はい、まあ、この後少しいくつか作例をお見せしておしまいにしたいと思います。スタジオの写真館の作例ですね。それからこれは江崎写真館の明治中期の写真、まあ、甲板で撮影されたものと思いますが、スタジオが写っている、写真館が写っている写真としては、まあ、珍しく手彩色、色がつけられています。手彩色の写真としては、まあ、いわゆる横浜写真というものが、明治の初期から30年代の半ばまで、制作され、よく知られていますけれども、その横浜写真の全盛期を支えた写真家、草壁金兵衛が撮影した写真家水野半兵衛の写真ということですね。これは、昨日斉藤武夫先生のお話にも出てきましたが、いわゆる横浜写真、外国人向けの手彩色による横浜写真の作例なんですが、これは色がつけられていないものですね。非常に珍しいものです。そして草壁金兵衛のスタジオで彩色された作品ということですね。この両者を比較して展示をしています。まあ、このような写真の彩色、さまざまな形でダゲルタイプの時代から、写真は彩色が行われたわけですけれども、これはその材料ということですね。まあ、これは横浜写真に使われたということではありませんが、欧米の写真着彩用の材料ということで今回展示をしているものです。まあ、これもそうですね。横浜写真の一例、草壁金兵衛とともに明治20年代から30年代半ばまでの横浜写真の全盛期を支えたファルサーリの作例ということですね。まあ、実際にはこの後鶏卵紙に着彩ということですけれども、撮影はこの時期になると近代的な乾板、ゼラチン乾板で撮影していると思われます。そしてこの後近代的な観光材料の時代になりますと、さまざまな技術解説書というのも多く出版されるようになりますけれども、初期の写真科学者として知られている福沢諭吉による彩金画法というものも今回紹介をしています。さて、ちょっと時間がかなり長くなってしまって、申し訳ありませんでしたが、そろそろお話を終了したいと思いますが、ずっとこれまでお見せした写真ですけれども、何度もこのお話の中で触れましたけれども、これまでの写真というものはものとしての写真というものだったわけですね。それが現在写真を支える基盤技術というのは、光学科学的な、まあ、いわゆる銀影写真からデジタルエレクトロニクスによる新しい技術に大きく転換をしているというようなことです。幕末明治の写真の技術について、まあ、理解するということは非常に難しい、あるいはそのイメージを持つということは、困難な状況になっているとも言えると思いますが、ただ先ほど途中でお話ししましたけれども、その初期の写真の技術というのは現在の新しいテクノロジーにも勝る記録性、情報量などを持っているわけですね。
デジタル技術というものが発達するに従って写真の物質性というのが希薄になっている状況の中で、そういった古い時代の写真というものがどのようなものであったか、そしてその歴史の重さを伝える写真の技術の貴重さ、そういったものをこの写真を通して写真展を通して実感をしていただけるとよろしいのではないかなというふうに考えます。またそういったことを鑑賞し、また考え、その上で現在の写真の記録というものを、あるいはその写真の新しい写真の技術による表現というものをどのように使っていくか、あるいはどのように残していくか、それを考えるということも必要なのではないだろうかということを考えるわけですね。はい、ということで大変長くなってしまいましたけれども、これで私のお話をおしまいにしたいと思います。高橋先生ありがとうございました。はい、そうですね、この展覧会1月24日までを予定しています。なんかちょっと声が入りにくいかな。声入りますかね。聞こえます先生。あ、大丈夫です。その状況にありました。ただ、昨今の、新型コロナウイルスの関係もありまして、どこまで、ちゃんと、最後までちゃんとできるのかとかですね、閉館がないかとかっていうことは、まだ僕ら、中の人間もわからない状況です。それはもう、多分皆さん誰もわからない状況なので、違いには言えません。そして、ご来館いただきたい気持ちは山々なんですけれども、でもその中で皆さん の健康が何よりも大事ですから、それらにちゃんとしっかり留意された上で、ご来館いただける方は、ご来館いただければと思います。必ずご来館いただこうと思われた際にはホームページの方をご確認いただければと思います。高橋先生にご監修いただいて、やった展覧会ですので、多くの方に見ていただきたいというのが本音ではありますけれども、と同時に何よりも、大切なのは、皆様のご健康でもありますので、それらを踏まえた上で、ご来館いただければと思います。今回は、こういった形で、連続講座を開催させていただきました。本日は、高橋先生にご登壇いただくという形になります。で、今回がですね、一応日本写真技術学会と東京都写真美術館合同で行います、連続講座の最終回という形になります。ですので、今回ライブで行いましたけれども、アーカイブでも公開いたしますので、他の先生のこれまでに、ご登壇いただいた内容についてはアーカイブの方でご覧いただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。高橋先生ありがとうございました。はい、どうもご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。